はい。皆さん、こんにちは。ワンダーリングビジです。では、今回は、ゲートズの決断スリーパープキット PC 版、レイテオキ回戦シナリオの続き、プレイをしていきたいと思います。前回はですね、ニューギニアで、ウエワクを、起点として、ラエ・ポートモレスビーと攻略を進めました。敵にね、あえてウエワクを取らせて、そこに空爆をかけて敵の陸戦隊を減らすと、少しね、姑息ではあるものの、確実に敵の戦力を削るという作戦をとって、なんとかね、ライト・ポートモレスビーの攻略をすることができました。今回はその続きになります。まずですね、アメリカ軍の再建された艦隊。これが、おそらくトラックに迫っていると思われるので、第6航空艦隊。唯一ね、帝国海軍が持っている健在の空母艦隊。これをトラックに戻しています。敵の艦隊と一戦交えようという流れですね。艦隊戦はレイテオキ海戦以来だと思うので、少し緊張感がありますけど、ここで空母を失うわけにはいかないので、慎重にプレイの方はしていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。なんといってもね、偵察機が敵の艦隊を発見してますね。その数8。これは、撃沈しておきたいな。空撃かけていきましょう。この8の中身がわからないんでね。なんとも言えないところなんですが、前期。発進。敵の直面の数も不明ですが、ここは数を頼みに、一気に攻撃を仕掛けていきます。順調にですね、敵の直縁を減らして、空母に攻撃を仕掛けているという状況です。このまま敵の空母を、一隻でも多く仕留めておきたい。その相手はアメリカ軍の第8艦隊です。ここまで敵の空母の数ですね、6隻程度確認してます。4隻ですね、ごめんなさい。4隻確認して、そのうち2隻を撃沈、1隻を中大破。この1隻はもうすでにですね、耐久が10前後まで落としてます。で、味方の方は直縁が58機撃墜されてますね。敵の直縁機は33機沈めています。陸戦隊の数も減らしましたね。輸送船を削ったことによって、これでトラックの防衛ができそうなのかな。とどめはね、刺しておきましょう。敵の艦隊にとどめを刺します。もう自動でお任せしちゃいます。撃沈できずか。直縁の数をだいぶ減らして、かつね、連続攻撃などで直縁出れないかなと思ったんですが、直縁10機出てましたね。では追撃をかけます。第7艦隊は潜水艦隊ですね。これで敵を追撃します。さらにサイパンの攻撃隊か、20機、これも出しましょう。敵の直縁は3機しかもう上がってないね。すぐに離脱された形で敵にダメージを与えることはできませんでした。あとはこの艦隊を逃さず壊滅させることができるかどうかですね。情報技術に踊る分、そうなんですよね。すぐ敵の艦隊をご覧のようにロストしてしまうので、こうなるとね、残り2隻、1隻手追いの空母を持っている第8艦隊をね、撃沈するっていうところまでなかなかね、いかないんですよね。再び、ウエワクの基地航空隊が、トラック沖の敵の艦隊を発見してくれてますね。これは撃沈したいな。そうすると、トラックの機器だけではなくて、敵のね、空母艦隊一つを無力化することができるので、ここは確実に仕留めておきたいな、というふうには思います。追撃してもどうだろうな。追いつけなそうですね、潜水艦の足では。トラックの基地航空隊で追撃しましょう。それまでの間補足し続けられるかどうかっていうのはね、ちょっとクエスチョンですけどね。これはどこに向かってるんだろう。ガダルカナル、あたりに向かってそうな感じですかね。これ以上離れられると、
トラックの基地航空隊の攻撃の範囲外に出てしまう可能性があるので、早めに攻撃は仕掛けたいですね。敵の艦隊をロスト。どこに向かったかちょっとわからないですね。そうなると第6航空艦隊の方は一度グアムに入れて、グアムで航空隊を補充しましょう。さっきの戦いで58機航空隊を失ってますので、これをグアムで補充していきます。ではですね、敵の艦隊退けたので、今度はガダルカナル島攻略戦に入っていきたいと思います。そのため、ウエバクの基地航空隊はポートモレスビーに、そしてラバウルに、予備の、ね、航空隊を配備して、ガダルカナルを、ね、攻略できるようにしました。これでガダルカナルを、ね、空爆していきましょう。ちょうど今ね、ガダルカナルの航空隊がやってきてますけど、これ直縁機がね、ポートモレスビーとラバウルに、この後、転属、あるいは新規補充という形で入ってきますので、そしたらね、ガダルカナルを一気に空襲をかけていきたいと思います。で、同時にグアムの方で、空母艦隊の方に、航空隊を補充させて、そこからですね、再びガダルカナル攻略のための出撃も行っていきたいと思っています。ラマウルの基地航空隊が敵の艦隊を発見してくれました。ただ、その数も含めて完全に不明という状態なので、まあきっとね、帝国空軍の情報技術力だとロストしてしまうと思うんですけど、トラックの方に敵の艦隊が迫ってきているというのは頭に入れておきましょう。で、グアムの方に寄港させていた第6航空艦隊、小沢さんの艦隊ですね。これ航空機の補充完了してますので、一旦トラック方面に進出させて、この艦隊を迎え撃ちます。で、一方、第10艦隊の方なんですが、この輸送艦隊はですね、ラバウルの方に陸戦隊を運んでもらいます。これでラバウルのね、陸戦隊を補強して、ガダルカナル攻略のための戦力にも使っていこうと。というふうに考えています。まずはトラックの方に再び進出してきている敵の艦隊を第6航空艦隊、小沢艦隊で迎え撃って、これを撃破したら、その勢いのまま、ガダルカナル攻略に入っていこうという作戦です。ポートモレスビーとラバウルからですね、それぞれ攻撃隊を出していきます。まずはトラック基地航空隊が敵の艦隊捕捉してますね。これ、空撃かけていきましょう。まず敵の規模わからないので、32機か。32機で出るのはちょっと危険だよな。様子見しましょう。敵を取り逃す可能性がありますが、一旦は直縁の数を 50% に減らしてから次の攻撃機会を伺います。グアムの方の直縁の数は 50% になってるね。ごめんなさい。サイパンです。サイパン。サイパンの基地航空隊と小沢艦隊を使っていきましょう。ポートモレスビーの直縁機115に対して、タウンスビルの攻撃69ですね。これを迎え撃っていきます。オーストラリア軍の航空機24機を撃墜。ポートモレスビーとね、ラバウルにはそれぞれ、それなりの基地の、おっと。連続攻撃ですね。ガダルカナルとタウンスビル、両方からの連続攻撃でポートモレスビーの守備隊が壊滅。まあ、ただ、陸戦隊は入ってきていないので、直ちに、ね、奪われるという状態ではありません。攻撃かけていきましょう。敵の数がまずわからないので、味方が144機出れるのであれば、出撃していきます。敵の数をね、まずは確認していきます。
敵の空母艦隊でしたね、やっぱり。これ、潰しておきましょう。第8艦隊、さっき戦ったものは、正規空母2隻を撃沈。1隻を駐破させています。今度はアメリカ軍の第4艦隊ですね。これも空母が確実に入っているという艦隊のようです。はい。敵の方はですね、軽空母が4隻でした。まあ、残念ながらね、撃沈できず、かつ味方の航空隊が壊滅的なダメージを受けてしまってですね、100機以上失ってます。これはですね、もう敵の航空機、もうヘルキャットでもワイルドキャットでもなくて、もうコールセアになっているので、まあ、航空機のね、戦闘力でだいぶ劣っているということもあり、100機を失ったので、ガダルカナル攻略作戦を少し見直す必要が出てきそうです。100機の航空機を補うのは、1ヶ月単位でちょっと時間がね、かかるかなと思います。敵の艦隊の方はね、サイパンの艦隊、トラックの航空隊で、ごめんなさい、サイパンの航空隊。トラックの航空隊で迎え撃ちます。はい。さらに敵の艦隊発見してますね。これトラックに攻撃を仕掛けてくるつもりだな。このままだとトラックが危ないので、クレから第2艦隊をトラックに向けていきましょう。まあ、予想以上に早く、というか多くって言った方がいいのかな。敵の艦隊が多いんですよね。空母3。駆逐艦が17、輸送船が24。陸戦隊の数が多いな。まあ、なんとかこれをしのぐしかないですね。まずは敵の空母を仕留めていきます。61機しか出れないのか。まあでも出るしかないので出ましょう。はい。敵の空母2隻を撃沈してます。これは、さっき戦った軽空母ですね。これを撃沈した形になってます。ただ、陸戦隊が残ってるのでね、この陸戦隊も、仕留めにかかりましょう。で、後続のこの艦隊がわからないですね。11隻。まあ、西に向けてということなので、撤退行動だとは思うんですけど、詳細が不明なのでちょっと心配です。第6航空艦隊ですね。小沢さんの艦隊の方で残りの空母、軽空母1隻、これを撃沈してます。残り駆逐艦のみです。敵のただ艦隊をロストしたので、またね、トラックに肉薄される恐れはあるかなと思います。まあ、敵の艦隊戦するの久しぶりですからね。あとはね、基地航空隊に任せましょう。ではトラックの基地航空隊で敵の艦隊ですね。これの攻撃に入ります。これも数がちょっとわからない不安の中の戦いですね。航空隊は3つ、いや2つに分けて出撃させます。これはアメリカ軍の第4艦隊、駆逐艦、輸送船の艦隊でしたね。なのでこのまま攻撃を継続します。まあ、サイパンからもね、攻撃隊を出して数をね、減らしておきましょう。はい。アメリカ軍の第9艦隊、これ空母5でした。これの前に、小沢艦隊の直縁機含め、攻撃隊がすべて壊滅。まあ、ただですね、この第9艦隊の方は、空母に護衛がついていない形なので、基地航空隊でなんとかね、仕留めたいと思っています。とりあえず、小沢艦隊はもうお使い物にならないので、一度、撤退ですね。いや、本当に、アメリカ軍、強いわ。
改めて。トラックを守りきれるかどうか、本当に微妙な状態ですね。これでアメリカ軍の第4艦隊から陸戦隊が、トラックの方に上がってきた形になります。なので、これの迎撃を行っていきましょう。まずはトラックに上陸してきた敵の陸戦隊をね、仕留めます。少しでも数を減らしましょう。減らせなかった。16か。まあ、サイパン、ラバウル、ポートモレスビーはちょっと届かないかなと思うんですけど、ラバウルとサイパン、トラックの基地航空隊を使って敵の陸戦隊、あとは迫ってきているアメリカ軍の第9艦隊、これをね、迎撃していきたいと思っています。いやもう空撃できないでしょう、第6艦隊の方は。壊滅したからね、航空隊が。まだでも66機出れるんだ。じゃあこれ、敵の陸戦隊を叩きましょう。ただもうね、直縁機の数もないし、とりあえず、ダバオに撤退してもらいます。トラックの守備隊が壊滅したか。ちょっとまずい状態だな。これ、第10艦隊の行き先をトラックに変えましょう。で、トラックの守備隊を補充しないと、トラックが占領されてしまいますね。いや、本当になぁ。アメリカ軍の底知れぬ力を今痛感してるな。まず敵の艦隊をね、発見できないっていうのが痛すぎる。トラックの航空隊で敵の艦隊。これアメリカ軍の第5艦隊だと思います。空母艦隊ですね。これの攻撃に入ります。全機出撃。航空隊は2つに分けましょう。敵の直縁35機を撃墜。ただ、空母、陸戦隊ともにダメージ与えられていないので、ちょっと早めにね、潰したいですね。さらに敵の艦隊を発見。駆逐艦が14、輸送船が16。これはアメリカ軍の第4艦隊ですね。陸戦隊をトラックに下ろした後撤退しているものと思います。無視しましょう。今は、アメリカ軍の第5艦隊、空母5、陸戦隊6。これを潰すのを優先します。ついに、ようやく潜水艦隊が敵の艦隊に攻撃を仕掛ける。このタイミングがやってきましたね。では、攻撃始めていきましょう。アメリカ軍の第9艦隊か。ごめんなさい、アメリカ軍の第9艦隊が空母艦隊でしたね。これを仕留めることかなわず。ではトラックの方に第10輸送艦隊が入ったので、陸戦隊を下ろしました。これで陸戦隊の数が30ぐらいになっているので、20ですね。20になっているので、一撃でね、トラックを占領されるっていうことはないかなと思うんですけど、トラックに敵の陸戦隊に上陸されてます。その数6、味方も6。どっちが先に次の空爆ができるかで、占領されるか、占領するかが決まるので、ちょっとここターニングポイントになりそうですね。できれば先に空爆してほしいけどな。先にやられたか。残ってくれた。陸戦隊の数が6から1減って5。ですね、次こっちが攻撃できると思うので、これでトラックに上陸してきた敵の陸戦隊6、これを潰しましょう。はい、ではまずは敵の艦隊にくいんですけど、先にね、陸戦隊を叩いておきます。これで一旦防衛はできます。でサイパンの航空隊が敵の空母2隻を撃沈、3隻を中大破。このまま壊滅させることができれば、しばらくね、
また敵の進行を遅らせることができると思うので、味方のね、艦隊の再編、特に空母の竣工がね、待たれるというところですね。はい。クリタ艦隊が敵の空母に接近できました。これはここで敵の3空母、仕留めにかかりたいと思います。では、ヤマト武蔵、出撃。残念ながらね、攻撃当てることできず離脱されてしまいました。第9艦隊。武蔵のね、火力が発揮できなかったというところでちょっともったいないですね。ウェイキーの方に逃げていく様子なので、まあ、これサイパーの基地航空隊が届くところまで追撃しましょう。三空母、中大破状態で生き残っているというところです。はい。サイパーの航空隊で敵の空母一隻をさらに撃沈。敵司令官も撃ち取ってますね。一応追撃ね、できるギリギリのところまでしておきましょうか。あまり接近するとね、敵の基地航空隊に捕捉される恐れがあるので、まあ、それはね、それで危険なので、追撃の手もどっかでね、手を緩めるというか、終わらせる必要はあるかなと思います。はい。これで敵の艦隊ロストしましたので、追撃を中止しましょう。というわけで、もう本当に久しぶりの敵との艦隊戦になりましたけども、いかがでしたでしょうか。次回はですね、ガダルカナル島攻略、こっちの方にね、いよいよ着手、ちゃんとしていきたいなというふうに思っていますので、皆さんの応援、引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。